稲荷湾は、日本の競争馬、主母場。1989年の JRA 少年度、代表馬、最優秀5歳以上母馬。ラーグランプリ特別表彰馬。公営、大井競馬所属時に、東京王冠賞と東京大賞典を優勝。1989年に、中央競馬へ移籍した後に、GI 競争で3賞を挙げた。 1980年代後半に勃興した第二次、競馬ブーム期において、オグリキャップ、スーパークリークと共に、平成三教と称された。1984年5月7日、北海道門別町の山本牧場にて誕生。他よりも小柄であったが、バネのある幼子まであった。2歳児に、大井競馬場所属長教師の福永文雄に見染められ、福永の勧めで、 ホテハマ・タダヒロが購買した。神野の冠名を相場に用いて、中央競馬と地方競馬に出走させていた、ホテハマ・ヒロシキが所有することとなった。父、ミル・ジョージは、ダートで活躍する傾向にあり、稲荷湾自身にもあまり期待されていなかったため、地方競馬でデビューが決定した。千葉県の和光育成牧場で調教が積まれた後、 3歳となった1986年6月、福永の元に入厩した。12月9日、大井競馬場の新馬戦でデビュー。宮浦正幸を背に、日着に4馬審査をつけて、初勝利を挙げる。続いて、翌年の正月競馬に登録を行ったが、競争当日、ゲートに頭を強打し、全頭骨打撲で出走を取り消し、大事を取ってそのまま休養に入った。 春の目標とした、羽田坂月、東京ダービーの断念したが5月に復帰し、以後連勝を続けた。秋には、南関東3巻の最終戦、東京王冠賞に出走、チャンピオンスターに一番審査をつけて優勝し、重賞初制覇を果たした。年末には、船橋競馬場の新設重賞、東京ワンカップに勝利、8連勝で4歳を終えた。 翌1988年、初戦の金牌は苦手の重馬場となり、3着と初の敗戦を喫する。続く、帝王賞も当日の交互で重馬場となり、7着と大敗。その後体制を立て直すために、休養。8月に関東坂月で復帰するも、3度の重馬場で5着に終わった。これを受けて、再び休養。復帰後の東京記念は3着。 笠松に遠征して臨んだ全日本、サラブレッドカップでは、当時東海地方の最強馬であったフェイトノーザンの2着と復調を見せた。ホテハマは、稲荷湾を芝コースに向く馬と考え、年末のグランプリ競争、東京大賞典勝利の場合、中央競馬へ移籍する計画が立てられた。迎えた東京大賞典はヨババとなり、アラナスモンタを、半馬身を抑えて、勝利を収める。 これにより、中央競馬への移籍が正式に決定し、翌1月には、ミホトレーニングセンターの鈴木清に移った。以後も、福永は、アドバイザーとして、稲荷湾への関与を継続する。中央移籍後は、まず春の天皇賞を目標に、関西に入った。しかし、環境の変化に適応できず馬体が、細かし、注目を集めた、初戦、スバルステークスは4着。 続く、阪神対象天は、スルーオダイナに進路を塞がれる不利もあり、5着に終わった。次走に、天皇賞を迎えるにあたり、陣営は一席後に走に見られたかかり癖を是正するため、癖馬の気上に、評価の高かった竹豊を安城に迎えた。隊長も戻して迎えた、天皇賞当日は四番人気の評価であったが、部の手綱で落ち着いたレース運びを見せる。 最後の直線では、後続馬を突き放し、後馬審査の圧勝。総破タイム3分18秒8というコースレコードで、遺跡後初勝利を天皇賞で挙げた。表彰式では、稲荷湾の左右で鈴木と福永が共に靴輪を取り、優勝例は福永に贈られた。続く宝塚記念では、安田記念優勝馬フレッシュボイスを首下で退け、GI 競争2勝という成績で、 春のシーズンを終えた。休養を経て、秋は東京競馬場の毎日王冠から始動。同日開催の京都大賞展で、部が主戦騎士を務めていたスーパーアクリークが、故障休養から復帰。部が同馬への騎乗を選択したため、本競争から柴田正人を安城に迎えた。当日はやや銃の馬場であったが、怪物小栗キャップと直線いっぱいに競り合い、花さの二着。 敗れたものの、その競争内容は、史上の名勝負と称えられた。しかし、この競争の反動から、再び体調を崩し、自走の天皇賞は6着、評価を大きく落としたジャパンカップは11着と制裁を欠いた。しかし徐々に体調を戻し、年末に迎えた有馬記念では、レース最後の直線で、武器上のスーパークリークをゴール寸前でかわし、 二度目のコースレコードとなる2分31秒7で優勝。宝塚記念と合わせ、スピードシンボリ以来29年振りの春秋グランプリ連覇を達成した。この年、GI 競争参照の実績が評価され、翌1月には当年の年度代表馬に選出された。翌1990年も競争生活を続行したが、初戦の阪神大象点は6 2ラムの 金量を背負い5着。天皇賞は、スーパークリークとの競り合いに敗れ2着。宝塚記念は、荒れた馬場に足を取られ、4着に終わった。休養後、秋の再起を目指して調整が進められるも、脚部不安を生じて、レース出走は叶わず、そのまま引退。有馬記念当日の12月23日、中山競馬場で引退式が取り行われた。引退後は、種として、 日高慶守馬の王教モンベ門別ュ馬場につなぎをされた。共に平成三郷と呼ばれたオグリキャップ、スーパークリークと同年の種母馬入りであったが、サンデーサイレンスをはじめとする輸入種母場の前に、両馬ともども大きな成功を収めることはできなかった。しかし、福永旧舎に入った初年度三区付き福王が東京王冠賞や個性派など多いで活躍。他になりコンコルド シグナスヒーローといった活躍場も輩出し、三強の中では最も目立った成績を残した。2004年を限りに種母場から引退し、以後は門別町のポニーファームで功労場として過ごす。2007年には大井で里帰りイベントが開催され、東京大賞店以来20年ぶりに大井競馬場を訪れた。翌2008年6月22日には、 北広島市の乗馬施設ホースフィールドワッツで行われたイベント第5回ワッツワンダフルワールドに参加。その後つなぎ用先が何度か移転し、2010年7月には茨城県北茨城市のオールドウェイスト乗馬クラブでつなぎをされていると報じられた。2014年12月からは功労馬つなぎ用展示事業の女性を受け、北海道シムカップ村のアルプスペンションで過ごした。 2016年2月7日に32歳で死亡した。以下の内容は、netkeiba.com ジャビスサーチ優秀2010年1月号の情報に基づく。日常生活から祝癖があり、対策として馬房の壁に畳が張られるなど、非常に気象が激しい馬だった。こうした気象からコースで走る際には極めて強いかかり癖を見せた。 武豊が調教で初起乗した際には、部が手綱をがっしりと抑えながら、これを無視して全速力で二周を走り、レースでも御仕切れないのではという不安を抱かせている。小柄ながら力も非常に強く、後年部は数々の起乗馬のうちで一番気の強い馬、一番パワーのあった馬として本馬の名を挙げている。一方、 騎手との呼吸があった時に見せる能力は素晴らしかったとされ、部は良くも悪くも凄まじい推進力を持った馬でしたね。軽くてコンパクトなボディに超ハイパワーのエンジンを積んでいたという感じと評し、柴田正人は体全体を使うフォームで体の小ささを感じさせなかったと述べ、自身が騎乗したうちの最強馬に挙げている。また、稲荷湾の調教を行った、 調教助手の筒見敏夫は、起乗した時の印象について、キャンターに入るまでの感触は、ガクンガクンとしてあまり良くないが、加速してからの乗り味は、すごくいいと述べている。東京大賞展、東京王冠賞を勝利という実績を掲げて、中央入りし、GI を参照し年度代表馬にまでなった名馬で、あったが中央での11戦において、単勝オッズ一番人気には一度もならなかった。 なお、武器場で天皇賞と宝塚記念を連勝した際、馬主のホテハマはその功に報いるため、武がかねて希望していた渡米を実現させ、現地で自身の所有馬に騎場させた。これ以降、武は毎年のアメリカ遠征が叶うようになり、稲荷りワームは僕に幸運をプレゼントしてくれた馬だった、との謝辞を送っている。87年クラシック世代の同期に、サクラスターを、 タマモクロスがいる。サクラスター王は87年、タマモクロスは88年に年度代表馬に選出されており、89年年度、代表馬の稲荷湾と合わせて3年連続で、同い年が年度代表馬に選ばれている。同期で3頭の年度代表馬を輩出した世代は、他に76年クラシック世代の、いわゆる TTG がいるが、東昇防衛が76年。 テンポイントが77年、グリーングラスが79年であり、3年連続は他に類を見ない。父、ミル・ジョージは地方から中央まで幅広く活躍場を排出。稲荷湾が年度代表馬を受賞した1989年には全日本リーディングサイヤーを獲得している。母、帝都シ島は小出しが悪く、稲荷湾の出産を最後に繁殖から用途変更となった。 直近の近親に活躍場はいないが、四代母、神正しの子にに冠場、ボストニアン、子孫に稲荷湾と同時期に活躍したバンブーメモリーがいる。ありがとうございます。